出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。あ、完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。帰ろう、ご飯。わあ。この木は。当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまりより完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころか、いろいろプレゼントしてしまったようだな。